新淡側は中華人民共和国のチャンス省南京市内を貫く河川。長江下流の右支流で南京市内では長江を除くと最大の川である。全長は 100km 余り、流域面積は2600平方 km 余りで紅葉市、水区、高寧区などを流れている。新淡側には南北2つの源流がある。北の源流は 紅葉川といい、紅葉市放火山の南麓に発し、南の源流は水の川といい、水区の東路山に発する。南北の二つの源流が、高嶺区放山、シーペイ村で合流し、片山を過ぎて北西へ向けて流れ、南京城内へ入っている。南京城の通災門外の急流橋で、深淡川は内深淡川と、外深淡川に分流している。 うち新淡川は本流であり、九流橋の先は西へ向かって、東水関から城内へ入り、順季吉橋を過ぎ、青系と合流して南西へ向かい、理商橋を経て、松雲河と合流し、門徳橋の下を通り、竹貞京、鎮淡橋と過ぎて北西へ折れ、新橋と上、浮橋を過ぎて、門橋に至り雲な手水と合流する。下浮橋を過ぎ、西水関で、 木内から出た後は、外新淡川と、再び合流している。外新淡川の方は、南京城内へ入らない。旧流橋を過ぎると一旦南へ転じ西へ折れ、長星橋を経て、落馬館と合流し、西へ流れて、最高境に至りまた二つに分かれる。本流は、元岩田市橋,橋を過ぎて内新淡川と合流し、北へ向かい石頭城に沿って流れ、三川で、 長江に流入している。防流は、最高共を過ぎ、江東橋を通り、北川口から長江へ流入している。このほか、高嶺区東山街道と長江の間には、18キロほどの長さの新淡新川がある。これは1970年代になって建設された広い人口の稼働である。内新淡川は全長9.6里あり、このため、十里、新淡と呼ばれている。 県校に首都が置かれた、陸朝時代、県校の都城内には繁華な居民区や商業区が栄え、陸朝文化が花開いていたが、隋が鎮を滅ぼした後は見る影もなく凋落した。南京が再び繁華な大都会となるのは、民進大になってからで、内新賀側の両岸には、人家が密集し、老閣が立ち並び非常に繁栄した。民進時代、この地には、過去の試験場である、 江なみみつや、明太祖い主元章が設立した官営の芸議員である、ふら院があり、江なみみつと、ふら院はうち親和側を挟んで向かい同士だった。民の数帝末年に、三文化の長体は、はたわ坊に親和側の盛況ぶりを描写している。はたわ川坊、側宮、びんぐう、院や、ぼ地ち、じん宮のハムきょえせん、つみ、 さっさっ、来る来たる、周折その間。がふさいゆきがい、いえゆうろだい、しゅらんきしょう、たけすだれしゃまん。かきよくまかりむか、ろだいくさざ。両願水老中、まつりふうきどうちご人。女、かくだんせん、かる、かんびんけいたぶさ、なんこびきじん。ねんねんたんご、けいじょうしおんなてんいつ、せりみあかりぶね。しんのこうきねんかん、あまり。 懐が書いた板橋雑記、新歪刀線にも、新歪川を行く、明かり船の盛況ぶりが描かれている。新歪刀線の森、天下書部。両岸が棒長蘭へ降り、奇想糸触り、十里玉すだれ。現在の、十里新歪観光は、風刺病が中心で、病死外形が一体となって、新歪風幸景区を作っている。新歪川は、南京市内の他の川同様、 水質汚染が激しい。市政府は近年になって対策に乗り出している。ありがとうございます。